私が死んだ時まだ綺麗なうちに下宿人に見つけてもらえたらという魂胆があったの。川島由紀子さん90歳。今度我が家での夕食会にいらっしゃいませんか。これからも手紙出していい？いらっしゃい。私は若い芸術家志望者のパトロンになりたいの。今はこれも一種のバイトっていうか、おばあちゃんと理想の孫ごっこをしてるようなものだと割り切ってるよ。でも養子縁組すればこのアパートも土地も受け継げるのよ。素敵な建物でしょ。吉尾さんにはね、だいぶ価値があるんですよ。何を企んでいるのやら。一晩泊めてもらえませんか。今ちゃんのことは何でもやってあげたいの。